はい、どうも、そらです。ということで、今回はメカフリーザー使って PVP やっていきたいと思います。使っていくパーティーはもちろん、系譜ですね。で、系譜、ナチュラルにね、前回アビ2枚乗せできるんですよね。チルドと第一フリーザーという感じなので、まあ、そんな感じの編成で、まずは遊んでいこうかなと思います。で、このキャラクターなんですけども、まあ、まだね、母体なんでね、ステータス低いので、ちょっと限界ステータスで見せようかなって思いますが、まあ、防御性能、まあ、体力そんな高くないけども、一応防御力は高めなのかな。で、まあ、普通に射撃タイプね、射撃が強いと。で、あとは、まあ、ダメ、火ダメ貫通とかそういったものがあって、まあ、結構必殺は強いのかな。手札3枚破棄もついてるし、普通に強いですね。で、相手が 50% 以下だったら必殺ドローとかもできて、泥速アップとかもできる、この特殊がなかなか優秀。相手に泥速ダウンかけれるのもまたいいですね。で、メイン切ればまた必殺を引いてくると。とにかくね、必殺いっぱい引いてこれるので、まあ、必殺強化してあげるっていうのもありだったり、紫2枚出せそうであれば、と、第一フリーだと合わせ相手も普通に強そうなキャラなのかなって気はしなくもないですね。で、メイン、交代禁止つけれるんですよ。久々ですね。まともに交代禁止つけれるの。で、ただ3カウントなんでそこ注意必要なんですが、必殺で確実に落としに行ったりとか、キャラチェンして究極も間に合うかなだったりとか、あとはまあライジングで普通に落としに行ったりとか、そんな感じで使えるいいキャラクターですね。で、あとはまあ普通にね、こんな感じで性能いろいろついてて、まあ泥足もね、80カウントなんで、100になる前ですね、一応ついてたりとか、スパサ対策能力があったりとか、まあ味方サポートみたいな能力もあったりとか、まあぼちぼちね、そんな感じでいろいろついていくんですけども、これですね、斬撃以外の火ダメージをさらに 30% カットできるんですよ。50と30ついてるんですよね。なので結構ね、もしかしたら突上がったら硬いキャラになるのかなーっていうのは期待できますね。あとさらっとサタン対策みたいな能力もありますね。そんな感じです。で、50% 以下になったら、これアーツが途切れた時とかじゃなくて、なんとなった瞬間も発動するのかな。ボール破棄だったり、体力回復だったり、メイン禁止だったり、ドロソクダウンだったりっていう妨害をね、発揮してくれるので、そんな感じで前半も出しやすいキャラクターになってるのかなと思います。KF にも結構合ってますね、そのボール破棄って能力が。はい、そんな感じで長くなっちゃったんですが、とりあえず使って遊んでいきたいと思います。よければチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、お願いします。お相手紫染めですね。絶滅したと思ってました。とりあえず匠が下がる、跳ねる、最速でかい。ちょっと本当は黄色変えた方がいいんですけど、あえてこっちで火力見てみたいから、そのまま殴ってみましょうか。 OK、 意外と火力出てるね。これまだ母体ですからね。うん、いい感じ、いい感じ。匠が下がる。おお、怖い。下がる、釣れる、オッケー。いいね、いいね。じゃあ、とりあえず、殴っていきながら、一応挟む。で、一応、これはまた強化されてますよね。クイックから繋げる。オッケー、これで相手に見られない。で、紫またチェンジ。これ、落ちるんじゃない？やってみましょうか。これ、3カウント交代禁止つくので、交代禁止で、はい、どうだ、おー、足りない。ハルパン行ってみるか。あ、落ちない、残念。タックル行く。必殺来るかな。おー、2連回避みからの、ちょっと待って待って、落ちる落ちる。え今見ました。何今の25か。あ、そっか、 50% 以下のなんだかってやつか今の。お、ちょっと待って、回ってない回ってない回ってない。いや、今なんか打っとけばよかったな。止める。とりあえず待機短縮と考えて見てみようか。下がる、ちょ、バックダッシュしたから、そのまま打ってみようか。ちょっと待って、失敗した、危ない。ああ、コウさんありがとうございました。いや、いい仕事してくれたね。はい、お願いします。お相手キアミリオン紫染めですね。なんだどういう日なんだ。あ、入った。じゃあ、脅して、そのまま繋げる。いっか。あ、待って。いやー、チェンジしたつもりが変わってないじゃん。最悪。うわ、びっくりした。匠が下がる。単発、跳ねる。見られた。さすがにワンパンでは落ちないと思うけど。うん、痛いね。いや、チェンジしよう。ちょっと怖い。50% 以下になった時の回復とかあるけどさ。ちょっと怖すぎました。浮いて。あー、そのまま攻められちゃう。今のはちゃんと警戒しておくべきでしたね。だってチェンジして受けるけども、お相手ね、曲、夏決闘、あ、なんて読むんですかね。あれの上位入賞者って書いてあったので、おそらくめっちゃ上手い方なんですよね。なので、注意してやっていきたい。ちょっと極み使わせる。腹パンとか来るかな。お、止まっちゃった。あ、跳ねてる、ラッキー。
それを脅しちゃう。じゃあそのままつなげてく。あ、オッケー。チェンジして殴っていって、あ、道路速で引けた、残念。とりあえず必殺。おお。そのまま、じゃあやり返してようか。え、待って、これ持っていけるんじゃない持っていけるんじゃない、これ交代式禁止ついてるよ。おお、強い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 。いい仕事したね。タックル回避必殺と思ったけど、回避回避や。わあ、しっかり合わせられちゃった。痛いな。これ落とされたの結構痛いですね。特殊もう一枚引いてると思うけど。あ、残念。じゃあ、これ本当にメカフリに頑張ってもらわないといけないですね。頑張っていただきましょう。タクミヤが下がると思ったけど、唾液がない。そのタックル行く。あ、残念。危ない。速派の読み。チェンジしてくる。じゃあ変えて、まあ、さすがにライジングでいいかな。お、かっこいいね。うわわわわ、すごい。すごいから必殺いっぱい見ちゃおう。何ダメージくらいかな。結構伸びるよね。最初のドスンって入った後のこうダメージの伸びがいいですね。はい、いい感じです。とりあえず1にはなる。まあ、ただメインあるからね。おお、危ない危ない。危ないわ。必殺4枚だったら読まれたわ。で、飛ばす。で、これな、即圧来そう。いやー、失敗した。即跳ね読みするべきだった。そうなっちゃうもんね。いや、で、これ交代回ってないんだよな。ちょっと待って。ちょっと待って。はい、OK。交代回る。外してる。いや、痛いね。いやー、避けれん。これ、ドロソクダウンつけたから、こっちから行こうか。OK。それは跳ねる。下がろう。撃っちゃう。止める。撃っちゃおうか。うん。で、これ、究極切らせたから、とりあえず、これで、いや、残念ないんだよな。いやー、ドカバキ最悪。これ、とりあえず、メカフリが究極で、交代回らないうちに落とされることはないって言おうと思いましたが、残念。それ跳ねようか。今度は特殊切ってくる。いや、クイック使いこなしてますね。お、ラッキー。って思ったけど、そっか。泥足ないけど、こっちの火力をせっかくだから見ていった方がいいよね。はい。とりあえず踏ん張りを剥がした。オッケー。勝っちゃう。跳ねる、跳ねる。タックル回避行こう。いや、最悪。最悪だわ。交代回ってないからもうどうしようもない。結局、究極で落とされちゃいましたね。痛い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 。一応跳ねる、打つ。これは連射でいいや。で、そのまま突っ込もう。うわー、まだあるんだ。アーツそんなにあるんだ。でもさすがにもう途切れるよね。もうガツガツ打っちゃおう。UG。とりあえず脅して、足りないな。残念、ライジング行こう。で、選ぶのはさすがに必殺でいいかなと思ったけど、射撃があるなら射撃を選ぼう。オッケーオッケー。これでいけるんじゃないかな。はい、ドスン。オッケー、ありがとうございました。いや、メカフリいい仕事したんじゃない今回。メカフリのおかげで勝てたまである。いや、ないかな。ちょっと言い過ぎたかもしれないです。ありがとうございました。はい、お願いします。お相手4周年パイですね。頑張っていきましょう。とりあえずタックル見ながら下がる。何もしてこない。ちょっと待って、クイック行ったつもりがなんか変な動きになっちゃった。もう、最悪だわ。うん。とりあえず、いや、こっちで受けて。相手ウルベージ帰ってきたらチェンジしよう。はい、オッケー。じゃあ、とりあえず必殺バチコリ当てて、クイックから射撃でいいや。止める。で、さすがに極み引いてくるでしょ。いって。止める、残念。回避回避いこうか。うわ、残念。あ、そこ回避するんだ。ワンテンポずらして、ここでしょう。オッケー。変えてくる。まあ、いいか、そのまま、ちょっと手札破棄つけれるから、これで時間稼ごうか。いや、嘘でしょ。いや、それはチェンジしようか。
マジか。ちょっともう一回行こう。突っ込もう。あ、OK。で、特殊行く。で、これクイック行ってもう一回特殊行こうか。はい、特殊行く。OK、来た。そうだよね。警戒するよね。おっしゃ、ボール引けた。でかすぎ。まあ、誰落としてもいいから、そのまま踏ん張り向こうある、フルフリで打っちゃいますか。OK、これならいける。さあ、ゴー。おー、ウルベチェンジ。それは落としたら超でかいけど。大気で行こうか。ちょっと真面目に行こう。真面目に行こうって、ちょっとよくわかんないけど。OK、通ってく。よしよし、ウルベチ落としたのは、じゃあこれメカフリ大活躍するから、美味しいね。極みも縛ればいけるし、竜気も縛ればいけるし、みたいな感じでね。回避する。回避する。即跳ねはしない。跳ねたの見てから。OK。よしよし。これだけダメージ稼いとけば、本当交代禁止必殺圏内までいけるんで、まあいいでしょう。うわ、強い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 。勝ち合う。さすがに先行入力はしないか。着いこうか。いやー、今メインでよかったなー。メインで今、見えて、交代禁止だから跳ねて、相手場にないからそのままいけたな。ちょっと甘かった。止めておく。下がろう。クイック来るんじゃない？来ない。下がる。撃っちゃおうか。うん。で、これ湯逃げは使わせた。クイック来るかな？それ回避する。それは、残念ながら、範囲持ちにはあんま良くないよ。OK。じゃあフリーザでいいね。いや、強い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 。フリーザ強い。フリーザってかメカフリ強い。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。ということで、今回は新キャラのメカフリ使って PVP やってみました。いや、相変わらずね、ケーフテパーティーがそもそも強すぎるんですが、うん、そこにね、本当に、なんて言うんだろう、相性のいいキャラだなーっていうのを改めて感じたりしましたね。普通にね、ケーフテなんか全体で、なんて言うんだろう、ヨダメサポートし合って、なんか火力爆発するみたいな印象ありますが、このキャラクターもね、ちょっと相手にスーパーサイヤ人がいると、みたいな能力があったりとかして、で、大体ね、やっぱりスーパーサイヤ人系のキャラって結構出てくるので、まあそこにねよく刺さってるキャラだなーって思えたりで、交代禁止とかもあるので、本当ね、相手が油断したらこれでもうワンパン持ってけたりとかもしますし、まあ各種性能もちろん強いですが、あの 50% 以下になった時の回復っていうのが意外とちょっと驚かされましたね。あれ、そんな回復するんだみたいな、ドンって回復したりするんでね、そこも強かったりとか、まあとにかくね、結構優秀なキャラだなーって思いました。で、今回で一応動画外になっちゃうんですけど、スーパーサイヤ人パーティーとも当たったんですよね。本当なんか若干重たくてね、あんまりね、なんか見栄えの悪い試合になっちゃったので、カットしちゃったんですけど、もうこのキャラクターとチルドとね出したらね、うん、愉快でした。ほんと楽しかった。そんな感じの試合もあったりとかってね。まあほんとね、まあそういった意味でね、面白さもね、あるようなね、キャラクターだったりするんで、これね、個人的にめっちゃ気に入りましたね。ちょっとブーストミッションは少なくとも解放しようかなっていうレベルで気に入ったので、良ければ引いて使ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。バイバイ。